GPS も終わったね。そうじゃねえだろ。お前の知ってる滝谷源治っつうのはどういう男だよ。まさか。俺らに無駄な血流させたくねえんだろ。滝谷一人で突っ込む気だ。こうなったら滝谷が負けた後でうちが法政を戦うじゃないか。源氏はスズラン背負って動いてんだぞ。勝手に背負ってるだけだろうが。スズランの後は芹沢だ。エイスエイエイスエイス。 GPS の部が悪くなったからってうちに戻ってきたのか。あ、そんなわけねえだろうが石橋君。じゃあ何しに来たんだ。まあそうかっかすんなって言ってたかもけど。あ、ついに攻め台を使う時が来ましたな、東京君。何の冗談だ。見たまんまだ。なら白旗打ってこい。笑わせんじゃねえよ。てめえらなんかな、俺一人で十分だよ。あいつが一人で来たんだったら、タイムを張って決着をつけるべきだろう。青いな。お前にはあいつの本当の力が見えてね。ほら。
伊沢。なんでお前らまで来んだよ。あ？俺らの見せ場だろうが。おい、なんじゃあの帽子。素敵な帽子だ。足引っ張んなよな。好きだったらお前も食うぞ。てめえの心配しとけ。うちの大将に随分なことしてくれるじゃねえか。しっかり見とけよ。一年坊主。滝谷源氏！屋上まで上がってこい。そこで怠慢だ。Yeah!